佐橋香織は、日本の政治家、実業家、元愛知県小牧市長、元愛知県議会議員、愛知県小牧市生まれ、小学校3年生の時、養鶏業を営んでいた父親を亡くす、新聞配達やお家製造職人見習いなどを経て、1952年6月、アジオ科目盲号司会者を設立した、愛知県青年団協議会の会長時代に、 青年会関係説に奔走。これがきっかけで政治の道に入り、1959年の愛知県議会議員選挙に無所属で立候補、駿河時点で落選。1963年4月、県議前に自民党公認で立候補し初当選。同年中京大学選挙を中退。後期県議を務め、1976年5月から1年間議長を務めた。 着実にキャリアを積んだ佐橋は自民党愛知県連の幹事長に就任。藤川和明参議院議員の次期参院選不出馬に伴う後継者の最有力者とみなされるまでになった。そんな折の1979年5月15日、小牧市長の船橋久夫が4選出馬を記者会見で表明する。過去三回の選挙で船橋は自民党の推薦を得ていたが、 党に無断で出馬表明をしたことから自民党小牧支部の反感を買った。同年6月、小牧市議32人中22議員が結束を固め、北角連合による対抗馬用率が決定。半船橋派の自民党市議団16人の要請を受け、7月17日、同党小牧支部長だった佐橋は市長選への出馬を表明した。先行きを懸念した。 中谷義明愛知県知事が間に入り、調整工作を行うも不調に終わった。同年8月19日に行われた小牧市長選挙で、船橋との一騎打ちを制し、初当選した。1991年に4期目の当選を果たす。東華大ニュータウンの建設や、名鉄小牧線の連続立体交差事業、小牧駅西地区の再開発事業などの大型事業を推し進め、 全国市長会副会長や愛知県市長会長などの要職を歴任した。1995年1月9日、収賄の疑いで逮捕される。名古屋市内の建築事務所社長らも贈賄の疑いで逮捕された。贈収賄の舞台となったのは約17億7000万円をかけて1994年11月30日に完成した小牧市総合福祉施設ふれあいセンター。 同建築事務所は、同センターの基本設計や、実施設計、工事管理の契約を得るために1991年8月上旬に50万円を、1992年4月に200万円を、佐橋に手渡した。賄賂の効果はすぐに得られ、建築事務所は、基本設計、実施設計、工事管理ともに随意契約で受注した。佐橋は受け取った金を家族が経営する。青 果物卸会社や野菜加工会社の借金穴埋めに当てたとされる。佐波市の親族の会社は、聖火偶ー組合から約2000万円の貸付金、返還請求の民事訴訟を起こされていた。同年1月14日に辞職願いを提出し、1月20日に小牧市議会は辞職申し出に同意した。一審は200万円の賄賂授受については、 証明が不十分と判断し無罪判決を出したが、二審は一審判決を破棄し、全額賄賂であると認定した。2003年、最高裁判所により、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が確定した。2012年2月17日、犬山市の県道で、中学生送るまではね、自動車運転過失障害の現行犯で逮捕された。二千十五年四月十八日、 進室細動拒絶精神不全のため死去。89歳没。ありがとうございます。